時代を塗り替えたアーティストの軌跡を追うと新たな発見があるものです。今回の動画では日本の演歌界を風靡し、その後独自のアーティスティックな道を歩み始めた氷川きよし氏の壮大な転身を掘り下げます。彼のキャリアは演歌歌手としての成功から始まりましたが、氷川氏は自らの枠を超える変革を遂げることに、その一部始終を私たちは独占映像とともにお届けします。この動画では氷川氏がどのようにして自己のアイデンティティと向き合い、従来のジャンルに止まらない音楽的試みに挑戦してきたのかを追います。独立に至るまでの背景、創価学会との深い関係、そして新しい芸術的方向性への転換点、これら全てが彼の今後の活動にどう影響を与えているのかを詳しく解説します。さらに氷川氏の舞台裏にも焦点を当て、彼がどのようにして困難を乗り越え、新たな支援体制とともに自己再発見の旅を進めているのかを、貴重なインタビューとともにお届けします。これは単なるアーティストのドキュメンタリーではありません。これは変化を恐れず常に自己更新を求める一人の人間の生き様を映し出す物語です。それでは氷川きよし氏の休業からの復帰宣言についてお話しましょう。氷川氏はかつては演歌界のプリンスとしてその名を馳せ、日本の音楽シーンにおいて独特の地位を築き上げていました。しかし彼の活動は2022年の NHK 紅白歌合戦を最後に一時的に停止されました。この大舞台でのパフォーマンスは氷川氏にとって一区切りとなる重要なイベントであり、その後彼は公の目から姿を消すことを選びます。この休業期間中、多くのファンや関係者からは彼の活動再開に対する期待の声が絶えず上がっていました。そしてついに2024年4月、氷川きよし氏は自らの SNS を通じて芸能活動の再開を正式に発表します。この発表は彼が所属していた超プロダクションからの独立という形で行われました。独立後の新たなスタートを切ることを選んだ氷川氏の決断は芸能界内外に多大な注目を集めました。氷川氏の独立発表において彼はこれまでの所属事務所との契約終了を明らかにし、ファンへ向けて心温まるメッセージを送っています。このメッセージでは新たな舞台への意気込みとともに、これまでの支援に感謝の意を示し、氷川氏の音楽への情熱が改めて強調されています。また氷川氏の独立と活動再開の背後には個人的な成長と芸術への探求があります。彼は新たな芸術的方向性を模索しながら、休業期間を自己再発見の機会として活用したのです。これからの氷川氏は従来の演歌歌手という枠を超え、より広範な音楽ジャンルに挑戦していくことが予想されます。彼の独立によって今後の芸能活動において新たなページが開かれたことは間違いなく、ファンにとっては待望のニュースであり、彼の次なるステージが期待されています。次は氷川きよし氏の事務所独立の背景についてです。氷川氏が長年所属していた事務所から独立したことは彼のキャリアにおいて重要な転機とされています。この独立には複数の要因が絡み合っていることが明らかにされていますが、特に目立つのは事務所との方針の違いと個人的な成長への強い願望です。氷川氏の独立の決断背景には、彼と事務所の間で長期にわたり蓄積された方針の違いがあるとされています。具体的には、芸術的な自由と表現の多様性を求める氷川氏の願望が従来の事務所の商業的な枠組みと一致しなくなってきたことが挙げられます。これにより氷川氏は自らの芸術的アイデンティティを追求するために新たな環境への移行が必要だと感じたのです。独立に至る過程では、氷川氏が以前から抱えていた事務所内の対人関係の問題も一因として影響しているとみられています。氷川氏と事務所の現経営陣との間には個人的な衝突があり、これが氷川氏の独立を加速させる要因となったと考えられます。さらに事務所の経営方針と氷川氏の芸術的思考との間に生じたギャップが彼に新たなスタートを切る決意をさせたのです。独立発表時、氷川氏は自らの心境をファンに向けて語り、新たな道を歩む覚悟を表明しました。これにより彼の芸術への献身とファンへの深い感謝が表現されることとなりました。彼の言葉からは過去を振り返ることなく前向きに新しい挑戦に取り組む姿勢が伝わってきます。氷川氏の独立は単なる事務所変更以上の意味を持ち、彼の芸術家としての再生と新たな創造への道を開く重要なステップとなったのです。次は氷川きよし氏の支援としての創価学会の役割についてです。氷川きよし氏の芸能活動の再開に際して創価学会が果たした支援の役割は非常に注目されています。
創価学会と氷川氏との関係は以前から公然と知られており、彼のキャリアの多くの節目で学会が重要なバックアップを提供しているとされています。独立を発表した際、氷川氏は創価学会の支持者や関係者からの精神的なサポートと実質的な助言を受けたことを明らかにしました。これは氷川氏が新しい事業体を立ち上げる上での不安や困難を乗り越えるのに不可欠な要素であり、彼の再スタートにおいて信頼できるアドバイザーの存在が極めて重要であったことを示しています。創価学会の支援は、氷川氏が独立後の不確実な環境で直面する可能性のある多くの課題に対して具体的な解決策やアドバイスを提供する形で実施されました。具体的には、新たな講演の企画やマネジメント、広報活動のサポートなどが含まれます。これにより氷川氏は独立後すぐに安定した活動基盤を築くことができ、ファンへの連絡や講演の実施においてスムーズな運営が可能となりました。また創価学会からのサポートは、氷川氏のメディア出演やイベントへのアクセスにも影響を及ぼしています。学会が持つ広範なネットワークを通じて、氷川氏はテレビやラジオ、イベントなど多方面にわたる露出機会を確保し、彼の音楽やメッセージをより広い聴衆に届けることが可能となりました。このように創価学会の支援は、氷川きよし氏の独立と芸能活動再開において、ただの精神的な支えを超えた具体的で実質的な助けとなっています。氷川氏が新たなステージで成功を収め、再び芸能界での地位を確立する過程において、この支援がどれほど役立ったかは計り知れません。最後は氷川きよし氏の新しい芸術的方向性についてです。休業を経て、氷川氏は演歌の枠を超えたアーティストとしての再発見に向けて動き出しています。彼の新たなアーティスティックな試みは、音楽だけに止まらず、パフォーマンスとビジュアルの両方で革新を追求しています。この新しい方向性の一環として、氷川氏は従来の演歌からポップス、ジャズ、さらにはダンスミュージックにまでジャンルを広げています。彼の最新の音楽作品には、従来のイメージを一新するような新しいサウンドとスタイルが取り入れられており、これまでの演歌歌手としての枠を大胆に打ち破っています。これらの変化は彼の音楽に新鮮な息吹をもたらし、異なる音楽ジャンルのファンを引きつけることに成功しています。氷川氏はまた、ビジュアルアーティストやダンス振付師とのコラボレーションを積極的に行い、ステージパフォーマンスを全面的にリニューアルしています。彼の公演は衣装、照明、演出の各面で一新され、視覚的にも楽しめるショーへと進化しています。このような総合芸術へのアプローチは、氷川氏がただの歌手ではなく、トータルなエンターテイナーとしての地位を固める上で重要な役割を果たしています。さらに氷川氏は音楽だけでなく、社会的なメッセージを伝えることにも力を入れています。彼の楽曲や公演は、性別の枠組みを超えた表現を試みるなど、多様性と包摂性の促進を目指しています。これは特に若い世代のファンに強い共感を呼んでおり、新しいファン層を開拓する上での大きな鍵となっています。このように氷川きよし氏の新たな芸術的方向性は、彼自身のアーティスティックな探求心とともに、幅広い層に影響を及ぼす力を持っています。彼のこの挑戦は、日本の音楽シーンにおいても注目される動きとなっており、彼の今後の活動から目が離せません。私たちの旅は、氷川きよし氏の音楽とアートへの情熱をたどることで終わりますが、彼のストーリーから学ぶことはまだまだあります。氷川氏は演歌界での成功も、自らの限界を超える挑戦を続け、ジャンルの枠を超えた音楽的探求を行いました。今回の動画で、彼の音楽に対する深い情熱とアイデンティティの変遷をご覧いただきました。氷川氏のアプローチは、彼がどのようにして自己の芸術性を再定義し、多様な音楽ジャンルと文化的背景を取り入れながら、新しい音楽スタイルを創造していくかを示しています。この冒険は、単に新しい音楽を生み出すことだけではなく、彼の個人的な成長とファンとの関係を深めるプロセスでもあります。視聴者の皆さん、この動画を通じて氷川氏の音楽への新しい見方や感想があれば、ぜひコメントで共有してください。どの部分が最も印象に残りましたか？また、彼の音楽的変遷についてどのような影響があると思いますか？皆さんの意見を聞かせてください。この動画が皆さんにとって有益であったことを願います。氷川きよし氏の今後の活動がどのような新たな創造をもたらすか、引き続き注目していきましょう。次回の動画もお見逃しなく。